The Digital Comic Association, which includes 39 Japanese manga publishers, has opened an official manga portal for North America. This service, called J Manga Portal, started on August 17, 2011. デジタルコミック協議会は2006年の9月に正式発足をしたんですけれども、大きな一つのテーマとしてデジタルコミック、インターネットの上で展開されますので、当然日本国内だけではなく、これからその海外に向けてもさまざまな発信をする必要があるだろうということで、当初から海外でのデジタルでのコミック発信ということが視野に入っていました。日本の漫画をまずは英語圏の方々にどれだけ広く知ってもらうかということがあります。これまでも北米に限らず世界中で日本の漫画は読まれていたわけですけれども、紙の出版物ですとやはりある程度ビジネスとして成立する作品というのはどうしても限られていきます。ただ日本の漫画はものすごく広い、大きな広がりを持っている以上、なるべくいろいろな種類のものを見ていただきたいということが大きなテーマとしてありますので、そういった意味ではですね、これまでも紹介されてきていない日本の作品を多く出していきたいというふうに考えています。 J Manga already offers over 100 titles, including selections in the shonen, shoujo, seinen and josei categories. Manga streaming is available for $1.20 per episode.The viewer system, with its ability to show individual frames and pages in line with a story, makes J-manga different from pirate sites. 特徴の一つとしては、日本語と英語が可能なものに関しては切り替えられるような機能をビューアー側に持たせております。その理由というのが、最近日本に留学生来る方が結構、留学生とか就学とか就職される方が増えているんですけども、日本語を学んだきっかけというのに、日本の漫画とかアニメを見て非常に日本に興味を持ったっていう方が多くいらっしゃいます。ですので北米でもその漫画を見て日本に興味を持った方が日本語を勉強するとか日本語に親しんでもらうっていう、日本の文化を知っていただくためには英語と日本語の表記が並んでいるということが非常に重要だなと思いまして、そういう形の施策を取っております。多くの読者ユーザーに見てもらうということが必要ですので、そういった意味では作品数を増やすこと、それからやはり作品の発表されるタイミングですね、こちらの方を、あまり古い作品だけではやっぱり魅力的ではないので、どういった新しいものを、なるべく早く出していけるか、発表していけるかということも大きな一つのテーマだと思います。それから現在は、北米、ということで、英語ですので北米ということを中心にしてますけれども、英語で、あれば世界のいろいろなところでも読んでいけるだろうと、生まれていくだろうということで、そういったことのですね、広がりというのも視野に入れていきたいなというふうには考えています。 J Manga also plans to provide a full range of original content services unique to this official site, including author interviews and behind the scenes features on production. DigInfo News.